のこれ来ましたね、はい、じゃあですね、再生機のお話をちょっとしておきたいと思います。で今、CTD 再生システムといって上に再生機があって皆さんにもサンプリングしてもらいました、ね、あの再生機予備がですねここにあります。でこの部屋はですね再生機室といってずっとこれ壁にですね再生機をですねスタンバイすること、ね、予備を持っていくことができるね。でこの再生機の名前ですね富吉さん、はい、この再生機の名前ニスキン再生機と言います、はい、ニスキン再生機ね覚えましたね、はい、でこっちもニスキン再生機なんですけどもこっちとこっち、まあ、ちょっと大きさはちょっと置いといてですねこれなんかどっか違いますけどもどの辺が特に違うと思います？バネがついてますね。これバネです、はい、これ外のこのバネの力を使って上下にあるこの蓋をですね閉めることで再水して帰ってくるというものです。じゃあこっちはどうなんですか？これ念力で閉まってる？いや実はですねこの中にバネとかゴムが入ってます。これゴムです。見えます？ゴム、ね、このゴムの力を使ってこの蓋が閉まるというものです。これ上下ね。でこっちはですねですから海水サンプルにこのゴムだとかバネがですね接しているタイプになります。こっちはですね外にバネがあるのでこの再生機の中には何も入ってないということになります。この違いがある。でこっちの方が古いタイプでこっちの方が新しいタイプです、ね、これなんでこういうことになったかというと、まあ、近年ですね海水の、まあ、いろんな分、ね、成分の分析率が、格段に良くなってきて、海水サンプルにですねこういったゴムとかですねバネがですね接してしまうと海水サンプルの方にですね、何かが溶出してきてしまう、まあ、特に、溶存有機物だとかそれから海水中に溶けている金属類を、分析している人たちにとってみると、こっちの採水器で取ってしまうと、まあ、最近みんな、勉強したかもしれませんがコンタミネーションといって中に混じってしまってですね何を測っているか分からなくなってしまう。なのでこっちの外バネタイプというのが、後発で出てきました、まあ、新しいタイプといってもですねもう発売されてから20年ぐらい経ってます。ですからまあ皆さん生まれたぐらいの頃にはですねもう製品化して出てるということになります。で、まあ、でもあまりそういった影響のないものしか測らない人にとってはですねこっちでもいいやっていう人はですね、こっちを使っています、ですからこれもまだ売ってます普通に。でこっちがですね、まあ、でも同じ名前でニスキンなんですけども、こっちはですね、ニスキン X という名前がついてます。豊吉さん、覚えました？これはニスキン X ですね。